もう優勝できてめちゃくちゃ嬉しいです。はい。いや、まあ優勝意識したのは、5日目、準優勝ってからですね。はい。それまではあまり意識しないようにしてましたね。まあ特に多分まあエンジンの復勝率っていうんですかね、そのパーセントは悪くない数字だったんですけど、あんまりその注目、記者の方が注目したりとか、まあファンの方が注目してるようなエンジンではなかったのかなっていう印象ですね。はい。あ、そうです、そうです。徐々に良くなっていったって感じですね。はい。4日目の12レースの3号艇で、ピットアウト失敗したレースがあるんですけど、まあそのレースがあったおかげでって言えば変ですけど、それのおかげでもう緊張感はなくなりましたね。その変な緊張感はなくなりました。逆に集中しなきゃいけないなとか、もっとこうアンテナ立ててとかっていう方に意識がいったんで、なんかすごい、その失敗があってそこで良かったなって本当に思いましたね。はい。よりフラットにこうものを見れるようになったというか、まあピットアウトから集中しなきゃいけないしとかっていう、そういう当たり前のことに気づけたじゃないですけど、もう一回戻されたというかっていう意識に変わることができたんで、4日目の日に。で、5日目とか6日目もそこまでその優勝しようとかっていうよりは、しっかり一着でレース帰ってこようっていう感じで臨めましたね。はい。その丸亀のレースの、まあ、2日目の日がちょうど僕誕生日で、まあ、その時からなんかまあすごい、おめでとうってめっちゃ言ってくれてたんで、周りの人が。なんかその流れで頑張れよっていうのも、なんかすごい言ってくれる人多かったですね。はい。めちゃくちゃ嬉しかったです。なんかもともと水神祭する予定じゃなかったんで、なんかするってなって、まあ急遽あんな風にこう、まあ遅くまで残ってくれた人とかもいて、もう僕も落ちたくないとは言えなかったんで、じゃあまあ行きますかって言ったんで、まあありがたいですね。はい。ここは待機行動中はもう普通にいつも通り回ってましたね。特に何も考えてないと思います。本当集中してたなと思います。2年前に制したヤングダービーに続き2つ目の G1 タイトル、そして初の周年記念王者へ1号艇永井。2コースには地元2号艇中田健太。今年2月の地区戦では悔しい結果、そのリベンジに燃えます。いや、まあしっかりピットアウトして、ね、誰が取りに来るかもわからないっていう気持ちでいないとやっぱいけないなと思うんで、まあ、そこはずっと気抜かずにっていう感じですね。まあ、あとは本当スタート集中することだけだったんで、まあ、もう不安なく行こうっていう、やることやったし大丈夫かなっていう感じで心構えてましたね。はい。枠なりの3対3となっています。第12レース優勝戦、内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番。まあ、ここスタートしてるときは、ちょっと横見て来てる人があんまりいなかったので、ちょっと最後スタートは放ってしまったんですけど、まあ、そこからもいい足はしてましたね。で、1コーナーはもう自分の出せる目いっぱいのターンで、気持ちよく回ろうっていうイメージだけして回ってきました。まあ、2コーナーはもう失敗しなきゃ、失敗しちゃいけないなとかも考えずに普通にターンしたって感じですね。この辺ぐらいからちょっと転ばないように走ろうかなってちょっと意識しましたね。でも本当5日目の日までのレースと比べても、多分この最後の日の調整が多分一番良かったと思います。個人的にはなんか気象条件がちょっとこう回転が上がりづらい、条件になったので、なんかそれが
僕にとってはちょうどいいあの仕上がりになったというか、本当気象も味方してくれたって感じですね、この引きに関しては。激戦の予選を逆転のトップ通過としまして、昨日の準優勝戦も難なく押し切ってのファイナル進出。強力な出足、生き足を武器にこの優勝戦も、あとはもう無心であの楽しんで走ってました。ヤングダービー制覇から2年、トートのニューエースが新たな称号、強国賞のタイトルを手にします。で最後、まあ、3周にコーナー回って、ちょっとガッツポーズとかした方がいいのかとかちょっといろいろ考えちゃって、でまあいいやって思ってこの後したんですけど、フィニッシュって書いてあるところの後で、まあそれなんでしたのかっていうと、なんかあんまりお客さんの数とか見てなくて、多分そのぐらい集中しちゃってて、ゴールした後にあのスタンドの方見たらすんごい人いたんで、なんかこれで何もしないのはちょっとちょっと違うなと思ったんで、ちょっとガッツポーズさせてもらったんですけど、あの予想以上に、映像には映ってないんですけど、ファンの方がたくさんお客さんがいてすごい驚きましたね。ご視聴ありがとうございました。今後も応援よろしくお願いします。